こんにちは、介護福祉士のカズです。今回は ICF に関するチェックテスト2をやっていきたいと思います。まだ勉強していなかった方は ICF について今どの程度わかるかなというくらいの気持ちで挑戦してみてください。ですのでここでわからなくても大丈夫です。それでは始めていきましょう。問題1、 ICF の特徴は医学モデルとモデルの統合である。2. ICF はできている、持っているというプラス面とできないというマイナス面の両方が影響をし合っている。 3. 左肩麻痺があっても杖をついて歩くことができるのはである。 4. 右肩麻痺があっても車椅子を操作しライブ会場に入場できるのはである。 5. 参加とは家族内の役割や社会参加活動への参加など広い範囲のものが含まれる。 6. ノーマライゼーションは障害があっても一般市民と変わらないを遅れる社会の実現を目指す考え方。 7. はノーマライゼーションの考え方を発展させ、障害がある人の社会的役割の実現を目指すべきと提唱した。 8. は全ての人を社会の一員として包み込み共に支え合うという考え方。 9. は障害者と健常者を区別するのではなく一緒に生活できる状態を目指すこと。 10. バリアフリー新法はの考え方に基づいている。はい、ちょっと難しかったかもしれませんがいかがでしたでしょうか。繰り返しますけれども分からなくても大丈夫です。試験本番までは正解することにとらわれず何度も繰り返し挑戦して慣れていきましょう。それでは答えを見ていきます。 1. ICF の特徴は医学モデルと生活モデルの統合である。 2. ICF はできている、持っているというプラス面とできないというマイナス面の両方がお互いに影響をし合っている。 3. 左肩麻痺があっても杖をついて歩くことができるのは活動である。右肩麻痺があっても車椅子を操作しライブ会場に入場できるのは参加である。 5. 参加とは家族内の役割や社会参加、趣味活動への参加など広い範囲のものが含まれる。 6. ノーマライゼーションは障害があっても一般市民と変わらない当たり前の生活を送れる社会の実現を目指す考え方。 7. ボルフェンスベルガーはノーマライゼーションの考え方を発展させ、障害がある人の社会的役割の実現を目指すべきと提唱した。 8. ソーシャルインクルージョンは全ての人を社会の一員として包み込み共に支え合うという考え方。 9. インテグレーションは障害者と健常者を区別するのではなく一緒に生活できる状態を目指すこと。 10. バリアフリー新法はユニバーサルデザインの考え方に基づいている。はい、いかがでしょうか。 ICF についてどの程度理解できているか把握できましたでしょうか。今回の挑戦をもとに過去問題にも挑戦してみてください。 ICF のチェックテストはもう一つありますのでそちらも活用してみてください。その他ブログや動画でまとめていますのでそちらもご覧になっていただければなと思います。参考にしているテキストは介護福祉士要点まとめ、よく出る問題です。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。